つもり。青峰、まなみ、内葉佐助、青い髪のキャラクターは総じてかっこいいという法則がありますが、今回はそんなイケメンが白い花飾りをつけての登場です。早速敵を発見。毒蜘蛛タランチュラ、一歩一歩バラに紛れながら近づいていきます。これはいわゆる擬態というやつでしょうか。自然の隠し絵です。タランチュラからしてみればどれが本物でどれが偽物かわからない、まさに影分身の状態です。こちらが動いていることに気づかれたら一巻の終わり。イケメンに生まれてきたのだから、この後の人生もきっとバラ色。さあ捕まえた。完璧な頭脳プレイで捕まえていきました。この下り顔、イケメンは強い。熱盛。建物の敷地内にタランチュラ、これはいちごちゃんも激横です。犬のトミも穏やかな気持ちではありません。アイテムを持ち替えている隙に犬のところに行った。これは危ない状況ですが、お尻で行きました。渾身のヒップドロップ、跡形もなく消え去っています。8000ベルがケツに消えていきました。熱盛。輝きを失ったマナコ、感情が消えています。この黄色い化け物の正体は一体何だったのか、潤んだ瞳で問いかけますが、答えは出てきません。背中には大きなチャック、これには訳がありそうだ。古代ギリシャの哲学者アリストテレスはこう語ります。全ての人間は生まれながらにして知ることを欲するこの綺麗な瞳、しかし答えてくれません。こうなれば奥の手、隙をついて力ずくでそのチャックを開けるしかありません。必殺の間合い、さあどうだ。しかし振り返りました。ダメったらダメ。どうしても素性を晒したくないようです。こいつとは友達になれない。熱盛。落とした卵は川にポチャン。プレゼントが消えるバグも経験しました。今回はどうだ。しっかりと足場が確保できている状況です。月と風船が重なっています。ここが狙い時。さあポジションを変えてもう一度落としました。消えた。橋の欄干に吸い込まれました。生きるのって難しい。熱盛。初見でもわかるサイコパスっぷり。もし次刺すような真似をしたら目の前の海に沈めてやるぞと言わんばかりにプレッシャーをかけています。紫コーデのパーティーピーポー、この島を滑る者は次に一体何を求めるのか。対岸をかけていく。次の獲物はどこだ。ここで発見。宙に浮かぶプレゼント、すかさずパチンコに持ち帰る。お前のものは俺のもの、この島のもの全ては俺のもの。さあ捉えました。水面に消えていきました。撃つ前から大体分かったろうにお茶目な一面が出ました。恥ずかしい。熱盛。逃げも隠れもできないこの荒野で戦いが始まりそうです。距離を詰めて早すぎ、いやちょっと早すぎ。さあ逃げていく。卵帽子が逃げていく。しかし海岸線、もう逃げることはできません。振り返った。逆転勝利。やればなんとかなる。熱盛。1週間に1回の憩いの時間、トロタケライブを邪魔をする害虫がいるようです。これは島の代表として生かしておくわけにはいきません。張り詰める緊張感、空気の揺れを肌で感じることで一瞬の隙をついていくという戦術です。いや気づくの遅すぎ。今になって気づきました。お前が何とかしてくれよと言わんばかりに横で見つめています。大事な仕事の瞬間を間近で見られている。授業参観の時の生徒のような気持ちでしょうか。嘘でも一回発表して家に帰って気まずくないようにしなければならない。もうすぐ近くです。邪念を捨てていきました。ほっと一息、この場をしのぎました。熱盛。女子力の最高峰、手の行き届いたガーデニングからはこうしたこだわりを感じることができます。ただ眼前にやつを発見、これは生かしておくことができません。可愛いは作れると言いますが、売り飛ばした8000ベルでさらに女子力に磨きをかけていこうというところ。か弱い可憐な女の子ですが、聖剣エクスカリバーを握る亮の手にはおのずと力が入ってしまいます。前世から探していました。ここが勝負の時。さあ近づく。緊張感は最高潮。高まる心音、鼓動をぐっと抑える。さあいった。しかし引っかかりました。初歩的なミスが出てしまいました。悲しすぎる。熱盛。どうやら戦いの舞台は整っているようです。ステージ中央にタランチュラ、先に落ちた方が負け。これはスマブラか。無観客試合が今から始まろうというところ、桜吹雪が舞っています。ワニ君の最後にならないように慎重に慎重に歩みを進める麦わら帽子。さあ回戦です。すでにこの距離差し込まれました。これがアサシンか。あっという間の決着。残念すぎる。